セント・ヴィンセント伯爵、ジョン・ジャービス初代セント・ヴィンセント伯爵、ジョン・ジャービスは、イギリス海軍の提督イギリス海軍元帥、初代セント・ヴィンセント伯爵、バスクン・シャクシ、通密顧問官。アメリカ独立戦争時には、艦長として、フランス革命戦争には、提督として従軍した。ナポレオン戦争の時は、海軍大臣として、海軍軍政を担い、 イギリス海軍の最終的な勝利に貢献した。ジャービスはスタッフォードシャー州ミーフォードに生まれ、1749年に海軍に入隊した。彼は1755年に士官となり、1759年にアブラハム平原の戦いに参加した。1760年には職人艦長となり、以後地中海やイギリス海峡で様々な船を指揮した。 1769年2月から指揮した軍艦アラームは1770年5月1日フランスのマルセイユ沖で嵐により破壊されそうになったがフランスの公安庁ジョルジュレネールペレド・プレビルによって救助されたその後ジャービスは海軍教の感謝の手紙を彼に渡すためにアラームでマルセイユを訪問したジャービスは アメリカ独立戦争を艦長として戦い抜き、1778年のウェザン島の海戦に参加した。ジャービスは1782年のフランス艦、ペガーズ捕獲の功績によってバス勲ン賞を授与され、ナイトに除せられた。そしてその翌年、保育党の会議員となった。1787年に彼は艦隊の指揮を任されるようになった。1788年、 彼は、いとこのマーサ・パーカーと結婚した。フランス革命戦争の勃発に伴い、彼は、西インド諸島で任務につき、フランス領の島を攻略する陸軍と共に行動した。1795年に本国に帰還すると共に、彼は提督に昇進した。11月には、地中海艦隊を指揮して、トゥーロンの封鎖を維持し、同盟国イタリアを助けた。 彼は1796年から1799年まで地中海艦隊の司令長官を務めた。彼の主要な任務の一つはカディスのスペイン艦隊の監視であった。彼は1797年のサンビセンテミサキの海戦でスペイン艦隊を撃破した。この勝利によって彼はスタッフォードカウンティミーフォードのジャービス男爵となり、また、 セント・ビンセント伯爵の称号を得た。その同じ年、スピットヘッドとノアの反乱がイギリス海軍を脅かした。彼は、先見と厳格な刑罰、水兵に対しては、鞭打ちや公使刑、士官に対しては、他の者の面前での叱責により率いる部隊で、反乱が発生することを未然に防いだ。叱責を受けた士官の一人、ジョン・オード卿が彼に決闘を挑むことにもなったが、 結果的に彼は海軍の規律をかつてないほどに上げることに成功した。彼はまた優れた士官を登用して部隊の能力を向上させることにも引いてており、ネルソン教によるナイルの海戦の勝利なども彼によるところが大きい。1799年、健康を害して一時的に軍部から退いたが、翌年には復帰し、1801年には海軍大臣となった。 また、スタッフォード軍ミーフォードのセント・ビンセント支釈となった。1806年から1807年まで、海峡艦隊司令長官を務め、1811年に現役を退いた。また、1821年のジョージ4世の即位式に、合わせてイギリス海軍元帥に昇進した。彼が1823年に亡くなったとき、 ジャービス男爵とセント・ビンセント伯爵は廃絶となったが、セント・ビンセント子爵は、老いのエドワード・ジャービスが継承した。彼の記念碑は、セント・ポール大聖堂にある。また、彼の様々な時期の肖像画が数多く残されている。ありがとうございます。